はい、それではお待たせいたしました。第2のセッションに入ってまいろうと思います。第2のセッションセミナーの方はネイティブインストゥルメンツ様、あとカプコン、辻野様に、ご来場いただきまして、講座を お話ししていただきます。すいません、タイトル読んでなかったです。Behind the Scene of Rockmics ということで、直感的なゲームオーディオデザイン、こちらの方をお届けしたいと思います。よろしいですか。はい、それでは、ちょっとマイクの方もお渡ししつつ、はい、じゃあよろしくお願いいたします。初めまして、株式会社カプコンのサウンドディレクターやってます、辻野と申します。今日どうぞよろしくお願いします。そうですね、今日はですね、 Behind the Scenes of Rockman X というところで、このロックマン X アニバーサリーコレクションという去年かな、去年出た、タイトルなんですけども、皆さん X、ロックマン X 好きな方いらっしゃいますか。ロックマン好きな人、あ、結構いる、結構いますね。やりやすいですね。ありがとうございます。そこですね、直感的なゲームオーディオデザインというところで、僕が一体何をしたのかというところですね、ネイティブインストゥルメンツさんと一緒に進めていきたいと思っています。はい、次お願いします。はい、セッションの概要です。ですね、ロックマン X アニバーサリーコレクション、これ長いんでアニコレと略させていただきます。はい、アニコレの SE 制作、戻ってもらっていいですかアニコレの SE 制作の流れと方向性に関して、移植作における移植スピードと効率化に関して、直感的な作業の重要性に関してっていうことを、まあ、ちょっと実演を交えてやってみたいと思います。はい、次お願いします。はい、アニコレの SE 制作の流れと方向性に関してなんですけども、このタイトルですね、実は X1 から X8 の移植作なんですね。で、 X1 から X3 はスーパーファミコン、 X4、X5、X6 は PS1、7と8は、プレイステーション2という形で、いろいろなハードにわたっている移植作なんですけども、今回ですね、移植だけにとどまらず新しいコンテンツを作るというところで、いろんなこう新しいコンテンツが入ってます。それに対してサウンドももちろん新しくなりましたし、絵も新しくなりましたし、その辺の流れに関して説明していきたいと思います。次お願いします。はい、音にもバランスがあります。
まあ、ただ単に新しくすればいいということではないということですね。これはまあ当たり前の話なんですけれども、絵が古ければ、もちろん音が古くないと違和感につながるんですね。で、新しい音をつけるものに関してはやっぱり新しくないとダメですね。次お願いします。はい、今言ったことですね。何事でもバランスが大事なので、これをうまいこと調和させていくにはどうすればいいのかというところを考えながら進めました。次お願いします。はい、これですね。これスーパーファミコンの 6000X ですね。これですね、これにめちゃくちゃ最近の音がついてたらちょっとおかしいですよね。で、しかもこれ移植作なんで、もともとこの X をやってた方がこれをやった時に、あ、懐かしいな、同じだなっていうところが全くの条件なんです。なので我々サウンドとしては、移植するにあたってほぼこれ全部じゃないです、 100% じゃないです。実はほぼ同じ音で楽しめるようになってます。はい、次お願いします。はい、これがですね、実は、今回新しく作られた、X チャレンジというモードがありまして、これはですね、通常ロックマンというゲームはですね、ロックマン1体に対してボスが1対1っていうのが基本なんですけども、これ1対2なんですね。2対1なんですね。ボスが2体出てくる、モードで、まあ、むちゃくちゃ難しいですね。はい、でこれを、まあ、新しい、デザインというところで、まあ、うちの UI とかも超優秀なんで、こういうのパッと作ってくるんですね。こういうものに対して音をつけるとなった時に、さっきのスーパーファミコンの音ではちょっと物足りないですよね。これをどういうふうにしていったかということもお話しさせていただきたいと思います。はい、次お願いします。はい、で以上を踏まえまして、新しすぎない SF 感というのを方向性にしたんですね。実はですね、この X を作っている時に並行して無印のロックマン、ロックマン11も一緒に作ってたんですね。違うチームやったんですけども、で無印のロックマン11に関してはもう完全にブランニューなタイトルなわけですよ。でそこのサウンドディレクターと話しまして、どういう方向性でいくっていう風な話したんですね。だから同じ、サウンド内でもそういう同じロックマンタイトルの、サウンドディレクターと話を詰めて、じゃあ X はこの辺だよねっていう風な落とし込みをしていきました。はい、それが新しすぎない SF 感というところで方向性としました。はい、次お願いします。はい、これでですね、ネイティブインストルメンツさんのマシーンマーク3を使ってですね、新旧比較っていうところなんですけど、実はゲーム作る時に、音って一番最後になるのはみんなご存知だと思うんですけど、まあ、映画でも何でもそうなんですけど、ゲームで音を鳴らすためにはプログラマーに音を組み込んでもらう必要があるんですね。でゲームができてないのに、プログラムでもちろん組み込むことができませんので、これをサンプラーとして使って、バランスを見ていったっていうふうなお話なんですけども、例えばですね、この音、ご存知ですね、 X のバスタウンですね。バスタウン、小のバスタウン、これ中のバスタウン、これが大ですね。でこれチャージして、これを今回これを残しつつ新しくしたものがチャージバスタウン、これバスタウン小ですね。でバスタウン中、バスタウン大で、チャージしてからの決して今の超流行りのこう SF 感のある音ではないんですけども、パワーアップしてるのが分かると思います。これを BGM と一緒に鳴らすんですと、これ旧 BGM ですね。新しいものですね。といった形で実際にゲームでプレイしたようなことを想定してこのサンプラーに一回取り込んでバランスを見たり、逆に聴いてもらったりということをよくしました。で新しい曲ですね。これさっきと全く同じ曲ですね。これをリミックスしたものなんですけども、それに対して旧やつですね。はい。
ういった形でですね、BGM も新しくなりました。 SE も新しくなりました。これちなみに BGM なんですけど、これ弊社の誇る北川康政という超有名なコンポーザーがいるんですよね。彼に僕はオーダーしたわけですけども、 150% ぐらいのクオリティで返ってきました。今回懐かしさっていうものを残すためにですね、メロディーは絶対残してくださいねっていうオーダーしたんですね。でこういう形で結果が返ってきたんですけども、かなりいい曲に仕上がって、もう今回 の, あのアニコレのクオリティの 60% 以上がもう BGM なんじゃないかなということぐらいすごいなと思ってます。はい、これちなみにサントラ出てますんで、今日買って帰ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次お願いしますっていうところでですね、移植策における移植スピードと効率化に関してっていうところを、まあ、そのままやるんですけども、移植策なんで、どういうふうにやっていくか、政策スピードと効率化っていうのがものすごく重要になってきます。はい、次お願いします。はい、ですね、3つ大事なことがありまして、まあ、予算と人員ですね。これはちょっと夢も希望もない話なんでやめます。はい、でゲームディレクターが求めていること、これがすごく重要なことなんですけども、今回移植するだけならまあまあ、誰がやってもできる、まあ、誰がやってもできるという言い方は語弊がありますけども、今回今みたいな形で新しいこうコンテンツを提供していこうというところで、ゲームディレクターがこういろんなことをこう企画したりとか、企画の人がいろいろ持ってきたりとか、さっきの UI の人がいろんなデザインを持ってきたりとか、かなりこう面白いチームでですね、何も言ってないのに新しい企画が上がって、プログラマーがゲームを作ったりとか、なんかとても面白いフローでできたんですね。でいろんなものが、いろんな人が新しく楽しいものを上げてくるんで、サウンドもそれに対応しないとっていうところでも一生懸命でした。でただですね、さっきもお伝えしたと思うんですけども、 X の世界観っていうのを潰してしまうとファンの方絶対怒ると思います。僕も X 大好きなんで、世界観、まあ、例えばバスタウン変わっちゃった、オリジナルで遊べない、それ X じゃないよねっていうふうな思いがあると思うんですよ。それと新しい存在感っていうのを共存させるっていうところですね。それが今の古きを残して新しいデザインを取り入れてたっていうところにつながってます。はい、次お願いします。はい、じゃあですね、ちょっと僕お話ばっかりやったんで、ここからいろいろ話して実演を交えてやっていきたいと思います。はい、辻のですね、開発環境の一部を紹介します。あくまで、これネイティブインストゥルメンツさん の, 製品を使ってやってるっていう話なんですけど、これは実話の話です。ただ別のものを使っても作ってます。その一部として、認識してください。はい、次お願いします。はい、こういう、まあ、ルーティング図なんですけども、弊社カプコンではですね、開発環境はほぼ Windows でやってます。でその Windows の中に、ネイティブインストゥルメンツさんのコンプリートを入れてですね、で、Windows で開発機のマシンなんで、ものすごいスペックなんですよ。まあものすごいってもあれなんですけど、メモリーいうのも32ギガ以上は積まれてますし、 CPU もまあ一番新しいものが載ってたりするんですね。でその中に、まあ、コンプリートを入れて、音源として使ってたっていうところと、さっきのようにショットオンであったりとかっていうものをマシンにアサインして、ゲームに入る前に確認をするっていうふうな作業を行ってました。それをですね、オーディオスとして取り込んで、デザインをする環境っていうのは Mac で、Pro Tools に対してネイティブインストゥルメンツのプラグインを挿したり、まあ、いろんなプラグインを使ったり、いろんなネタを使ったり、サンプリングしたりしながら進めていくわけです。でちょっと今日は、時間の関係で割愛するんですけども、コンプリートコントロールも、これ音階のある SE であったりとかジングルであるものに関してはこれを使って作ってました。はい、でそうしたものがアウトプットされるっていう仕組みになってます。はい、次お願いします。では、実際どうやってたのか、辻野流 NI チート術と、チートっていうのは皆さんご存知でしょうけども、ゲームにおける、まあ、ズルですね。ゲームでチートしないでくださいね。はい、でこれをどういうふうにネイティブインストゥルメンツさんの製品使って、いかにチートをしたかっていうところを、お話したいと思います。はい、ケース1ですね。ネイティブインストゥルメンツにおんぶに抱っこ術、何のこっちゃと。ですね、サウンドではですね、いろんなその大事な音っていうのがありまして、まあ、音は全部大事なんですけども、例えばロックマンでいうとバスター音であったりとか、ワーニング、ボスと戦う前に絶対ワーニングが出るっていうのもロックマン共通の
仕様なんですけども、この音を変えたいっていうふうにオーダーが来たんですね。でその時にどうするかっていうと、いろんなパターンのワーニングを作らないといけないんですよ。それをいかに早く作るか、これ本当にねネタみたいになってるんですけども、これを実演してみたいと思います。これをコンプリートコントロールを、コンプリートコントロール、ごめんなさい、コンプリートでマシーンで使うやり方ですね。でマシーンってこれどういうもんでしたっけ？はい、マシーンというのはですねここに今触っていただいている16個の、パッドがついているマシンコントローラーで、このコンピューター上の、マシンソフトウェアをコントロールしてトラック制作するもので、特にリズムトラック重視のダンスミュージックを作りやすい、ループベースのワークフローが特徴なんですけれども、今回の辻野さんみたいな形で、普段鍵盤を使われているような方でも、サンプリングからエディット、パッドのアサインとかがですね非常にスムーズなので、パッドを演奏して生まれる、鍵盤とは違うフレーズとか偶然性とか、そういったところを気に入ってこう使っていただいているみたいな機材でございます。はい、ありがとうございます。すごくね真っ当な説明だったと思うんですけども、今回ですね僕の方がですね、これ見えてるのかな、これマッシブという、シンセサイザーを作って、使ってですね、やったことなんですけど、絶対ずるいって言いますよ。はい、これこうやってレビューできるんですね。こうやっていろんな音がで、ワーニングの音っぽいのがある、あ、こっちもぽい、これプレビューしながら、プレビューしながら、プレビューしながら、ごめんなさい、プレビューしながら、プレビューしながら録音しちゃいます。地味な作業ですね。はい、すいません。これきっと、ワーニングっぽいでしょ。どうですか。あ、失笑ですね。これ絶対そうなると思ってたんですよ。ただこれが実際にゲームに載ってるわけではございません。はい、ディレクターに、ディレクターに音を聞いてもらうときに、こういったパターンを作るときに非常に役に立ちました。こういったことが、はい、じゃあですね、こういうチートはちょっと置いといてですね、実際に、音を作るときにこれを使ってどうやって作ったのかというところを、真面目にやってみたいと思います。はい、次お願いします。はい、パッドアサインの組み合わせでるインスピレーションというところで、今回ですね、ちょっとした映像を用意しました。これですね、切り替えお願いします。ちょっと待ってくださいね。ちょっと大きくしますね。はい、これさっきの、メニュー画面で出てくるものの開発中の画面ですね。でこれをですね、UI さんが作ってきたものをこれに音をつけるという状況になるんですけども、ちょっと待ってくださいね。こういった動きをします。こういった動き、ちょっとこれも取れちゃいますね。投げますね。こういった動きなんですけども、これがですねどういった音を作るかっていうところで、はいとですね、 X の世界観ってちょっと近未来でも、人間らしさを残したような音っていう風な形が好まれてまして、実際にはちょっとした、生音であったりとかもあるんですけども、基本的にはシンセサイズされた音っていうのがベースになってます。でここでですね、マシーンにパッドに私アサインしてきました。いろんな音がねアサインされてるんですよ。これそうですね、これ見てもらったら分かるというか、これですね実はハイハットの音とか、音なんか分からないんだね。これクラップですね、クラップとか、なんかパーカッションを叩いてるんですかね。こういうものをですね少しずつ引っ張ってくるんですね。でこれをどういうふうにするかというと、実際にこの絵を見ていただいて、こういう感じ、こういう感じ、うん、ちょっと SF っぽい感じですね。あ、これだとクッと回転してる感じが出ますよね。これですね、
ちょっとインパクトというか最初の入りこんな感じですかね。こんな感じでちょっと一旦やってみますね。これをハーフサイズにしちゃって、はい、これまあまあ録音していっちゃいます。絵には合ってないですけどちょっと動かない。はい、こんな感じでしょうかね。はい、これをですね、ちょっと座らせていただきます。はい、まあ毛触りますね。どの辺がいいかな、どの辺がいいかな。あ、これなんかいい感じですね。これをちょっとですね、シュシュして。大体音はこう合わせていきますね、合わせていきますね。邪魔。それ長さ的にはこれですね。ちょっと長いですかね。このもんかな。ちょっとフェードかけちゃいましょう。ちょっと長いかな。これ沈黙が怖い。沈黙が怖い。沈黙が怖い。はい、こんな形で、基本的な部分、まあ大体こう絵には合ってきたかなと思ってます。もうちょっと冒頭にインパクトが欲しいな。これ、これもどこでもあるのキックですよね。これも取っちゃいましょう。はい、これちょっと いけるかな。はい、この音取っちゃいますね。取っちゃったキックの音を編集します。はい、編集します。あ、すごい声してる。これね、実は一人でやってる時は結構ガンガンなんかこう鳴らしながらやったりするんで気にならないんですけど、こう間違ってスペースキーをしちゃって変な音になっちゃったりすると緊張しますね。低音が追加されましたね。またちょっとこれまあもったい感じ、もうちょっとくどすぎるのでちょっと波形を小さくしまして叩くだけにしちゃいます。うん、出てくる感じは少し出たかなと思います。はい、次どうしようかな、実は決めてないですよね。あ、これこれですね。ハイハットもですね、ハイハット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 、エンジンを変えると、こんな音になっちゃいます。これチューン触ると、音程触れるんですね、これね。うん、こういうのをちょっとね、入れてみたいと思いますね。いきますよ。お、間違った。ごめんなさい。消しちゃいますよ、これね。トラック分けときます。分かりやすいように分けときます。はい。飲むでしょうか。これをですね、ちょっとプレイします。これぐらいがいいかな。ちょっと大きめにしましょう。はい、これ重ねちゃいましょう。若干聞こえる程度ですね。はい、これに対して毛をはい、大体こう入りはこんな感じでいいかなと思ってますね。はい、これに対してですね、これもね、実はコンプリートを使って作ってきたものなんですけども、いろんな音がありまして、こういう音ですね。ちょっと実演でやってると今みたいなトラブルが見回るときに大変なことになるんで、これ実は取ってきました。これを重ねていきます。はい。これがどんな感じかな。閉まった感じ出ますね。カシャッと。はい。じゃあ次は。正解もですね、これちょっとピッチが低いんでピッチをちょっと変えていきます。はい、ファービットさんのねピッチ
チ優秀ですね。上げつつ、これ締まってきましたね、だんだんね。もうちょっとした低音を締まるとこかな。はい、こんな感じですかね。まあちょっと処理の甘い部分はちょっと置いといてですね、大体の方向性っていうのは合ってきたかと思います。はい、これを実際に、このここのここで使われる曲と一緒に流すとこんな感じですね。みたいな感じですね。というような形で、マシンを使いながら、一つの音ではですね、全然こうこっちでやります、はい、慣れたたないような、音でもこういう風な形でパッドにアサインして、リアルタイムで叩くことによって全然いい感じになってくるかなと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。次行ってもらっていいですか、はい、切り替えてもらって。はい、ということで、パッドのアサインを組み合わせて得るインスピレーションというところで、いろんなところですね、ニュアンスであったりとか、この次にあるんですけど、次行ってもらっていいですか。はい、ニュアンスの追加であったりとかエッセンスであったりとかっていうのを、ベースになった SE に対して、こういった形でリアルタイムにコントロールして、追加したりであるとか、よりですね、こいつを読み込ませることによって効率よく早く SE を作ることができたと思います。今回ですね、アニコレの新しい音に関してはだいたい800個ぐらい SE 作ったんですね。800個入ってるうちの600個ぐらいはボツになってるんで、作った数でいうと1200、300っていうことになるんで、こういったツールを使いながら、進めていったっていうことになります。はい、こんな感じですね。はい、音源をの強みを生かした構築術っていうところで、ですね、NI の音源って結構太かったり、結構いい低音いい高音っていうのをプリセットで、プリセット大好きなんですけど、プリセットに結構あるんですね。それをですね、散りばめたりとか、さっきの話なんですけども、エッセンスとしてとか、余韻の部分、アンビエントの部分であったりとかっていうところに足したりとかいう形で、一つでは成り立たないものを構築して新しい音を作るというふうなやり方で進めました。はい、はい、で実際このマシーンっていう機械、まあ機材でこういう使われ方はあんまりしないんですよね。初めて見ました。さっきもちょっと言ったんですけども、プレビューをそのまま使ってレコーディングしちゃうみたいなのはもう全然予想外ですね。ですよね。はい、これ多分プレビューってチート的なことをやってるのは僕だけかなとは思うんですけどね。はいはい、そうプレビューってまだシンセとかそのサンプルとかを読み込まない、読み込む前に、これどういう音ですよっていうのをこう聞ける機能があるんですけど、もうその音を読み込んでたっていう状況なんですけど、はい、はい、こう意図した使い方じゃなかったっていうところなんですけども、まあ、我々 SE を作る人間はですね、ありとあらゆるものを音にしちゃいます。要は、常にアンテナを張っていろんなものを探してます。実はですね、このマシンを使い始めたのも、まあ、弊社でもサウンドデザイナー、サウンドディレクターはたくさんいるんですけども、まあ他の人と同じような音にならないようにはどうしたらいいかっていうのをやっぱ考えるんですね。やっぱ自分のタイトル、自分がやらせてもらってるタイトルなんで、自分のカラーも少し残したい、まあネイティブインストゥルメンツのカラーなんですけど、自分のカラーも残したいっていうところもあり、こういうふうな、普段使わないやり方で、いろんな音を作ったり構築したりとかいうふうな形で進めました。はい、ありがとうございます。はい、今もうまとめちゃいましたけども、そういうことですね。はい、ロックマン X っていうタイトルはですね、もうずいぶん昔からあるタイトルなんで、
ファンの期待を裏切らないようにちゃんとレトロな音は残しつつかつ、そういう新しいモードが選べるっていう形の方向を取りました。要はですね、異色なのに新しい音しか入ってないっていう状況は、まあ、冒頭にも言いましたけどファンの方はがっかりされますんで、そういうふうなユーザーに対してどういうふうなアプローチをしていくのかっていうのもサウンドディレクターの仕事かなと思ってます。まだX その辺行ったら売ってますんで買って帰ってくださいね、これもね、はい、よろしくお願いします。質疑応答の時間ってありますか？はい、ありますね。あと5分ぐらいありますので、はい、何かちょっと駆け足で来たんですけども、質疑応答質問等ありますか？ある方いらっしゃったらどうぞ。恥ずかしいですよね、僕が言ったら恥ずかしいですからね、はい、すいません、ちょっといろいろ機材トラブっちゃって申し訳なかったんですけども、まあ、こういう形でサウンドを作るにあたって、こういうふうに考えてこういうふうに作ってこういうふうに効率よくやったよという話でした。はい、でネイティブインストゥルメンツ社の、ね、機械も使いつつ、まあ、いかに効率よくやるっていうことが、まあ、大事かなっていうところで、まとめとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、この後も辻野さん会場の方にもいらっしゃると思いますので、はい、お聞きになられたい方は随時、捕まえていただければというところです。しかし1200、300ってまたすごい数ですね。もうそうなってくるともう本当考えて作るというよりも感じて見て感じて作るみたいな、そうですね、本当そういう格好になってくると、はい、まあ、もちろん僕だけで作ったわけではないんですけど、スタッフはみんないるんですけど、はい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 、そうですか、はい、まあ、そうですよね、まあ、本当直感的に作れるツールがやっぱり手元にあってやっぱりできる、そういうことがなせる技というか、はい、いうところですよね。はい、